はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、カリーナさん使っていきたいと思います。はい、ミート上限の、練習に出現する確率アップ、怪我率ダウンの、キャラでございます。金徳2個のミート上限ですね。はい、で、まあ、結構経験点とかもあのたくさんもらえて強いは強いんですけど、ちょっとどこで使ったらいいか分からなくて、ちょっと無理やりねじ込んだ感じにはなっちゃったんですが、はい、ちょっとやっていきましょう。はい、どんなもんなんだろうな、ほんと、まあ、正直別にそんないらないとは思うんですけど、まあ、山とかで使うかもなーって感じはありますよね。やっぱ金徳2個キャラはそんぐらいっすよね、ほんとほんとそんぐらいっすよ。どうしよう、暁が嫌なとこにいる。太平しらすでいいか。太平しらす行ってる間になんか暁行けたらいい。そんな感じでいこう。でね、ただ合わせ抜くとね、守備上限があんまいなくて、まあ、お休みとかでもいいんだけど、俺解放できてないので、確実に50のキャラを入れていこうってなると、やっぱりちょっと、まあ、俺の手持ちは特にね、とか最近持ってないキャラが全然引いてないからさ、持ってないキャラが結構多くなっちゃったの。なるほど。まあでもやれなくはないんでね。結構サクスペ限定キャラとか、まあ、こうやって、まあ、バーリストがアプリ先ですけど、あの強化されたみたいなキャラってなんかスルーすることが多いんですけど、正直そんな困らないかなと思ってます、ね、あ、暁そこ行ったか。まあでも白エビ、白マンあたりで全然いいか。打撃バウンサーはやっぱり欲しいのと、まあ、友沢いるんで片砂もまあありかなっていう感じの考えでございます。でカリーナそんないなくね出現率アップとはさっきいたのかな。1回しかまだ見てないよ。ああいいっすね、でもカリーナいないよ。嘘、結構いい練習だったね。こうまあ、いた。だけどそこは嫌だな。なんかそんななんかいるねーって感じはしないんだ。まあまあいるっちゃいるか。そうね、まあこっちかな。走塁まで赤くなっちゃってるんで、走塁はね、立橋さんに
紫で頑張ってほしいな。チャンスボール来やすいよね、個人的に。沖野のこのイベント何ランクとか決まってるのか。あ、いいんですか。うん、軽いのいないね。さっきいたけど、そんな変わんなくね。検証ちゃんとしないと分かんないけど、はいはい。あー、そっち行きたいっちゃ行きたいけど、体力的には行きたくないね。全然終えてないもんね。ちょっとついちゃったよ。あ、ここ評価上がんないのか。監督さーん、監督さーん、よし、いただきます。寝る。あ、ここは上がるのね。あ、いいんじゃないですか。どうしようかな。総力骨とか欲しいよね。あれ、守備早めか。で、ここの辺はガンガン潰してよし。ちょっと精神不足気味なので、友沢くん、頑張っちょって感じですね。どうしよう。小平、絵画、あ、やる気くれてありがとう。そっちか。あれ、告白間に合ってない。ちなみに間に合わなかったから。ちなみにクリスマスは、クリスマスは、カリーナ、カリーナ、コリーナ、カリーナ、クリスマス。あ、オール40ですね。普通ですね。普通です。
ざーす。で、お正月は、あ、最大値ないのか。微妙ですね。健康になりたいを使っても、最大値は上がらないと。あ、マントル、行かなきゃダメ。あー、でも暁いけるな。ちょっと SG サクッとして、勝つ切っちゃおう。終了です。告白来ないっす。やばいな、何にもねえ。ベル取れないとかあるかな。それだとやばいんだけど。ベルあった。ベル。ひたすらベル。オッケー。いや、なんもねえじゃん。最悪。最悪とか言っちゃった。俺は執行しちゃいます。マジ告白来ないんだけど。強っ。もはやカリーナ関係ない。偏ってんだよね。200点ぐらいか。また上げちゃおうか。ただなんかラブパは長い気がするんで、たまたま。どうす。ナイス回復。技術
術がめっちゃ入る。やってきた。あ、いいんじゃないですか。どうしようかな。走塁が紫のとこあれば行きたかったんですけど、波動行くしかないかな。あ、ちょっとこれだけ行きたいな。まあバンプでもいいか。これでも足りるかな。あ、7だか、大丈夫。なんかラブパキやすい。気のせいか。メカじゃないよな、こっちだよな。で、早めに食べしよう。まあちょっとだけ来たね。あ、ちょ海岸した。あ、ベルリンチョしたいので、しまう。ナイスパワーヒー。パワーヒーを人からもらうって。どうしようか。で、次4以内で抑え、おお、ナイスパワーヒー。抑えられればいけるかな。なるほど、肩でいいよね。無駄にここで使っていく。すべては次のとこに行きたいという一心。パワーヒめっちゃ来る。1ずつとかできてるのかな。他に欲しいのないからいいな。あとね、120% はまだいけてないんだよね。あれ、もしかして、あ、打球の上取り終わってる。やばい。打球の上取り終わってるだと、もうラストだよね、次。どこだろう。
印象とか稼ぎたいんだよね。ただここ走塁が違うんだよね。あー肩でもいいけど、ここが行きたい。なんか噛み合うねんな。しょうがない、ここでいいや。あーでもここなら友沢がワンチャン打撃でいけるからいい。失敗しやがった。印象稼ぎたいな。印象と精神。まあまあ練習試合だからいいよね。もうベル関係ないから積み荷をいい感じにしよう。今来んのかーい。しまったな。やべえ、マジ回復ねえこいつ。マジかー。あーマジかー。辛いわ。いやー渋かったな最後。
あ、てかやべえ、かぶった。かぶった、ごめん。かぶったけど、もう一回やりたくない。もう使いたくない。王子逆襲だった。甲子園まで。ツーアウトランナー一塁という場面で、村木。投げました。完全に外れた。ボール。第2球。投げました。打ちました。これは内野ゴロ。アウト。スリーアウト。フリーと追う展開で迎える4回です。バッター村木、最初のバッターボックスは、あっと入れば同点だ。入った、入った。同点で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で村木、来た、行った、入った、入った。同点で迎える8回です。今日2打席連続でホームランを放っている村木、打った、これは強烈、行った、あ、でってとか、もう一回か。バホン。なるほどね。聖火みたいな感じだね。アスレのね。一応上げれたけど。かぶったのは気にしないで。プラス1個分みたいな感じで思っといてください。まあ、取れてないのはありますけどね。槍が取れなかったのかな。槍と逆襲が欠けております。フリーと先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で村木、打ちました、初球打ち、抜いていった5000もいってないか。フリーとリードで迎える3回です。先ほどタイムリーを放っている村木、打った、初球打ち、ヒットになります。村木ツーベース、ホームランが打ってない。フリーとリードで迎える5回です。ツーアウトランナー、あれか、思考もない、思考もないので8回のランフリーと攻撃に入ります。先頭バッターは村木、スリーベースヒットが出ればサイクル、初球を打ちました、取りました、これでワンアウト。やる気がなくなってる。プレイングやる気がなくなってる。いやーでもデート弱すぎたな、予想外すぎたな。使ったことなかったんでね、この人。あー、まあ5000乗るか乗らないかぐらいか。
いや、あのカリーナはいらね。カリーナはいらね。基本的には。投球これから2球目。ボール。投球は3球目。投げた。打ちました。痛烈。いった。入った入った。フリートリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で村木。アルボール。打った。第3球を投げた。1球外したボール。でも山で使うにしてもなんか結構辛い思いしながら使うみたいな感じにはなりそうです。6回の裏フリーと攻撃に入ります。この回の先頭バッターは村木。今日4打点を挙げています。ファー第2球ボール。第3球を投げた。あっといった。8回の裏フリーと攻撃に入ります。トップバッターは村木。今日はチームの全打点を叩き出しています。さあ次の投球投げました。きたー。いったー。入った入った。ホームラン。フリーフリーと攻撃に入ります。先頭バッターは村木。初球はチェンジアップ空振り。さあ次の投球投げました。打った。これは強烈。掴みました。さすが三好とや。フリーと追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で村木。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました。打ちました。いい当たり。あー無理だ。さすが三好とや叶いませんわ。リードで迎える5回です。バッターは村木。投げました。やべ。抜けた。さすが三好と様や。フリーとリードで迎える。ふざけてたらマジで終わっちゃう。ツーアウトランナー1塁という場面で村木。打ちました。危ない。入った。フリート1本しか出なかった。まあええねん今日は。あ、評価いってない。でも別になんか特別高い経験点とかではなさそうだ。弱い弱い。そんなハマんなかったにしても弱い。彼女キャラもう回復がないの辛いよな。この時期だと。まあ金徳2個でも使いたくないかなっていう感じのキャラでございました。まあなのでそうだね、使うとしたら、まあ、やっぱ山登りで苦しみながら使う感じになるのかなとは思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。では皆さん PS の日常お過ごしください。バイバイ。